ウェンブリー・スタジアムは、イングランド・ロンドン北西部のブレント特別区、ウェンブリーにある、サッカー専用のスタジアムである。2014年に携帯電話事業者の EE Limited と6年のスポンサー契約をし、ウェンブリー・スタジアム・コネクテッド・バイ・ EE となっている。サッカーとラグビーの2つのフットボールはイングランドを発祥とするが、トゥイッケナム・スタジアムが、ラグビーの聖地と称されるに対して、 サッカーの聖地と称されるのが、このウェンブリー・スタジアムである。かつて旧ウェンブリーを解体してその地に建設された、もので旧ウェンブリーのシンボルでもあったツインタワーはなくなり、スタジアム上部のアーチがシンボルとなっている。また、旧ウェンブリーにあった陸上競技やドッグレース用のトラックは撤去され、当該箇所にも個別座席が設置された。2003年に着工し、 2006年前期の完成を予定していたが、工事が遅れるなどで2007年3月10日に、ようやく改修工事が完了、5月19日に FA カップ決勝戦で会場となった。所有権は、フットボールアソシエーションの子会社である、ウェンブリーナショナルスタジアムリミテッドにあり、主にサッカーイングランド代表の公式戦、あるいは FA 主催のクラブチームの公式戦である、 FA カップなどが行われる。また、音楽のコンサートやサッカー以外のスポーツ大会の会場としても使用される。アーセナル FC やトッテナムホットスパー FC 等、ロンドンにホームを置くクラブチームの新スタジアム建設による代替スタジアムとしても使用される。敷地面積は約10万3000平方メートル、建築物設置面積は 約6万5千平方メートル、屋根の大きさは約5万2千平方メートル。9万のキャパシティは、スペイン・カタルーニャ州、バルセロナのカンプノーに次いで、ヨーロッパ第2位の大きさであり、屋根のついたスタジアムとしては、世界最大である。また、建設費もスタジアム史上最高額の7億9800万ポンドとも、言われ、完成後は、旧エンブリーと区別するために、 ニューエンブリースタジアムとも呼ばれた。2011年には UEFA チャンピオンズリーグ2010から11の決勝戦が行われたほか、2012年のロンドン五輪ではサッカーの決勝戦が開催された。また、2013年5月25日には UEFA チャンピオンズリーグ2012から13の決勝戦が開催された。2021年には UEFA ユーロ2020のファイナル4の会場として決定された。2022年には UEFA 女子ユーロ決勝。2024年には UEFA チャンピオンズリーグ2023から24決勝の会場としてそれぞれ使用予定。サッカー以外ではアメリカンフットボールが2007年から毎年 NFL インターナショナルシリーズを開催していた。また、 ラグビーワールドカップ2015の2試合の試合会場として使用され、アイルランド代表 VS ルーマニア代表戦で89,267人の入場者数を記録した。コンサートとしては、2007年にダイアナ元皇太子妃を追悼するための没後10周年コンサートの、コンサートフォーダイアナ、ライブアースをはじめ、クイーン、ジョージ・マイケル、ミューズ、マドンナ、オアシス、 フーファイターズ、U2、コールドプレイ、ペットショップボーイズ、テイクザット、ロビー・ウィリアムズ、ワンダイレクション、BTS などの単独ライブ、毎年キャピタル FM 主催の夏フェス、サマータイムボールが行われている。テラプラスという資材を用いて、芝生を保護することも多い。また、2014年5月31日に、IBFWBA 世界、スーパーミドル級、タイトルマッチ、 カールフローチ VS ジョージ・グローブス第2戦が行われ8万人を動員した。その後はアンソニー・ジョシュアの世界ヘビー級選手権を何度も開催されている。ありがとうございます。